アメリカ合衆国及び西洋世界などにおける主な世代区分ジェネレーション Z、Z 世代とはアメリカ合衆国や英語圏、日本などにおいて、おおむね1990年代半ばから2010年代初頭までに生まれた世代のこと。生まれながらにしてデジタルネイティブである人類初の世代である。ジェネレーション Y に続く世代であることから Z の名がついている。 おおむね1990年代半ばから2010年代初頭、あたりのどこかで生まれた世代ではあるが、カナダ統計局の場合には1993年、生まれ以降、アメリカ心理学会の場合には1997年、生まれ以降を指すなど、定義は厳密に決められているわけではない。主に2010年代から2020年代にかけて、社会に進出する世代となる。 大半がジェネレーション X の子供世代にあたる。生まれた時点でインターネットが利用可能であったという意味で真のデジタルネイティブ世代としては最初の世代となる。デジタル機器やインターネットが生まれた時から当たり前のように存在し、ウェブを日常風景の一部として感じ取り利用している世代である。またパソコンよりもスマートフォンを 日常的に使いこなし、生活の一部となっている、スマホ世代でもある。さらに、ビデオ通話サービスのズームを多用することから、ズーマーズとも呼ばれる。成長期に Web2.0 を当たり前のように享受し、情報発信力に長けているため、当該世代からは、数多くのインフルエンサーが登場している。この他、かジェネレーション Z と同時期に生まれた若者は、 ジェネレーション C、C 世代、あるいはニューサイレントジェネレーションと呼ばれることもある。ミレニアル世代よりも、さらに周囲の IT 環境が進展しており、幼少期からデジタルデバイスやインターネット、SNS 含むソーシャルメディアの存在を前提とした生活をしているデジタルネイティブ世代である。生まれた時からインターネットに接続するための基本的な端末であるパソコンや、 携帯電話がすでに存在しており、インターネットを利用し始めた頃には、ADSL や CATV などブロードバンドによる常時接続環境、SNS 含む Web2.0、さらにスマートフォンが普及し、個人の情報発信が身近となっていた。前述の通り、生まれた時にはインターネットが普及しており、 主にブログや SNS から本格的なインターネット利用を始めた世代である。その直後にはスマートフォンが登場し、スマートフォンに最適化された生活を享受してきた。検索エンジンで世界中の情報を瞬時に検索し、SNS で他者と繋がることを前提として生活しているため、インスタントなものを好む傾向にあるが、 古典的なアナログ中心の生活に対して新鮮味を覚えることも多い。主にインターネットの商用利用が開始されていない時代に生まれ、成長期において発展途上にあったパソコンでインターネットを利用せざるを得なかったミレニアル世代と比較して、インターネットを日常生活に大胆な形で取り入れ、自分ならではの新しい体験を追い求める傾向にある。 ジェネレーション Z にとっては原風景にインターネットが溶け込んでおり、もはやインターネットのない世界を想像することが難しいほどである。2020年に始まった新型コロナウイルスのパンデミックの影響で義務教育と高等教育の両方で全社会的に実施された遠隔教育を受ける最初の世代となった。2020年時点で世界人口の 約3分の1を占めており、割合はミレニアル世代を上回る。少子高齢化が世界で最も進んだ日本においては、ジェネレーション Z を2020年6月時点での10歳から24歳と定義した場合、それに当たる人口は1752万人であり、総人口の約13.9%となる。ありがとうございます。